い、CM ダンス第4回やってきました、うんうん、第4回ジョシュやで、覚えてくれてるもん。私エミジョシュでーす、ユーデイ。今日紹介するのは、うん、シゲオくん、よろしく。よろしく、うんうん、よろしく。いわゆる一つのシゲオです。違うシゲオだから、うん、ミスターだからそれ。じゃあまずは名前と何のダンスか教えて。そうね、シゲオです、得意なダンスはポッピンです。ポッピン、ポッピン、ポッピン。そのポッピンのどういうとこがええの？うんうん、解放できるところ。解き放つと書いて解放。解放で、どんなダンスに魅了されてきたん？沖縄で見た海外の OG たちのダンス。 OG、うんうん、OG、え、オーストラリア関係ない？そっちがから。ダンス中って何考えてんの？なるべく何も考えない。何も、何も考えてない。そうね、うん、何も、うん、でもなんか最近楽しいことぐらいはあったでしょ？教えて、うん、どうした？後輩が結婚したこと。後輩のね、自分じゃなくて後輩の、ね、まあまあめでたいね、うん、さあさあさあ。じゃあ自分にとって楽しいことは？間違いなく踊ること。じゃあしげちゃんのダンスの見せどころは？うん、魂込めてますね。え、頭にタオル巻いた新進気鋭のラーメン屋みたいなこと言うてるで。うまいこと言って。さあということで、しげをよろしく。よろしく、うんうん、いわゆるしげをダンス。違う、ミスターの、それミスターだから。よろしく、よろしくやで。レッドブル飲んで最高。うんうん、まずは来た来た。お、すごい、かっこいい、かっこいい、切れてるね、うんうん、ついてるね、乗ってるね。それもフリー曲のタイトル、うんうん、膝どうなってんの。ほんとほんと、お、かっこいい、かっこいいね。進むの、進まないの、うん、どうなってる？あ、ウェイビーナもいけんの？そうね、いいね、うん、かっこいい、かっけい、かっこすごい、キレてるよ、よっ、キレキレ、腹筋は痛チョコかい？うん、あ、これボディービールのかき声みたいな。そうそうそう、違うから。かっこいい、うんうん、いい筋肉の動きしてるよ。うん、お、すごい、見てるだけでこっちの筋肉なんか緊張するで。なんか出て、うん、なんか来たら左に行って右に行って、うん、お、ポッピン、ナイスポッピン、ポッピン、ナイスポッピン、うん、うっ、あ、クー、いいよ、切れてるよ、うんうん、背中に羽がついてんのかい、うん、これもまたボディービルの掛け声。そう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 、間違えちゃって、いい、間違えちゃってるから。うー、かっこいい、すごい、うん、いわゆるこれがシリアのいわゆるダンスです。また違うシリア、うーん、どう、どうでしょう。またミスターの方のシリア。違う、シリアも応援してるで。どうなってそんな筋肉は。ロボットダンス、いいね、すごい、筋肉が伝わって下から上にこう、どうなってんの。ほんとほんと、なんと前部的要素もあるやん、すごい、いいね、やった、かっこいい、かっこいい、いわゆるナイスダンスです。修行のナイスダンス。まあそれいいかい。さあさあ、レッドブル飲んで。お疲れ様でした、修行、かっこいい、ナイスダンス。ということで、今のダンスどうやってんのか教えてくれる？うんうん、では始めていきます、はい、お願い、ポッピン、僕がやってるポッピンってジャンルは、筋肉を弾く動きっていう特
殊な、なんか動きが、うん、動きというか、うん、筋肉の使い方があるんですけど、どういうこと？まあ、さっきも踊ってた感じで筋肉を震わせる、筋肉を震わせる、なんか人間ウーファーみたいな感じで体からビートを出していくしながら動くみたいなジャンルなんですけど、まあ他にもいろんな動きあるんですけど、まあ僕が一番好きな部分で、この弾ける感じ、ポッピンの、まあ打ち方をちょっと感じ、ちょっと的に説明したいと思うんですけど、まず、まあ、筋肉を弾くって、まあ、特殊なんですけど、まあ、簡単に言うと思いっきり力を入れる、 100% 思いっきり力を入れる、まあ、グーして見てもらえると分かりやすいんですけど、女子もやってるで、グーッと力を入れる、抜く、難しいこれ、力を抜く、ちょっと力を入れる、女子何やってんだった、抜く、力を入れる、抜く、をビートに合わせるように、なんか心臓の鼓動のような動きですね、ドクドクドクみたいな、それをいろんなパーツでやっていくんですけど、まあすごい最初難しいんですよ、まあ手首で言うと、この前腕で言うと手首を下に打ち付けるように、女子大丈夫とか、なんだろう、アクセルを吹かすとか、なんか小手を食らわせるとか、なんか当てる、ビートに当てに行くような難しいね感じで急ストップさせるんですね。そうすると筋肉に力が入る、まあ最初はグーとかしてあげてもいいですけど、慣れてくると開いたり、童謡の歌の歌詞みたいなこと言うやん、開いたり結んで開いて、柔らかな、さっきの開いたりはなし、流れのウェーブみたいな動きに入れたり、上手もやってんねんけど、どういうこウェーブみたいな感じでやっていくんですけど、じゃあね、はい、腕とかもまあそんな感じで力を瞬発的に出し入れして、難しい、やっていきます、大丈夫、大丈夫、大丈夫、もっともっとマニアックになっていくと首とか、これとか超難しいんですけど、まあちょっと手で首を押して押されないようにグッと力を入れる、グッグッグッな感じで、ちょっと入れ方をね、いろんな方向で試していってみたいな、すごい地道な、なんか右利きの人が左手で G 書くみたいなぐらい、日々やんないと絶対できない特殊な動きなんですけど、まあこれが全体つながってビートを感じれるようになってきたらめっちゃ気持ちいいんで、はい、そういう感じでちょっと感じ てもらえたらなと思います。違うビートじゃない、ちょっとこの感じでだんだんつなげていくのを音楽でちょっとお願いします。違うビート難しいでこれ、まずは手首、ちょっとこのダンスが理論的に一番難しいで、今までの何を言ってるのか、にお腹、お腹に足、足、どういうこと、お全身を足してってこの感じでいろいろ動きの中で、ちょっと待って、切ったり、跳ねたり、難しい、跳ねたり、当てたり、いろんな感じ方します、という感じで、難しいでこれ、動きの中でビートを感じながらいろんな動きを足していって遊んでいく感じですね、そもそもはい、そんな感じです。その腕一個だけでもそれ、あ、終わってもった、ということで ICM ダンス第4回、しげおちゃんでした、しげおちゃん、しげおでした、また Thank you. Thank you. バイバイ、バイバイ、エミでした、バイバイ。